はいどうもこんにちは。今回はノルウェー語の母音について紹介したいと思います。前回 O のスラッシュのうっていう音をやったと思うんだけど、口をすぼめるノルウェー語の母音があと3つあるんですね。アルファベットで言うと Y、U、O ですね。で発音がこちら E、U、O。 E の音は日本語の E って口横に広く開くけど、これをすぼめる E。 U の音も日本語よりも口をすぼめて、さっきの E の音よりも舌を少し後ろに引く感じね。で、O の音は要注意で、ひらがなのもう O が浮かんでしまったら発音がね間違ってしまう。それは前あった A の上に丸がついてるあっちの O に近いね。アルファベットの O は口をすぼめて舌の先をどこにもつけない。で、日本語の O はね、みんな無意識やと思うけどね、これ発音終わった後舌の先が歯の下にねついてるんですよ。でもそれを浮かす。スーパーファミコンドンキーコングやったことがある人はドンキーがタイヤをジャンプする時の音、ドンドンドン、あれを思い出してもらうと、みんなね無意識にこう口をすぼめて舌の先がどこにも最後ついてないと思うんです。あの音ですね。例文を使って練習してみましょう。Jeg er ny i Oslo. Kan du flytte deg litt bakover? Kan du flytte deg litt bakover? Det er ingen direkte fly mellom Japan og Norge. Det er ingen direkte fly mellom Japan og Norge.Vi må ta en utepils. Utepils はすごくノルウェーっぽい言葉ですね。暗い冬の季節が終わって、ようやく夏いつまでも明るいみたいな季節になって、よくレストランとかバーの建物の外に席があって、そこでこうビールを飲む。せっかく太陽も出てるし、ちょっと外でビール飲もうよって言う、ウーテピルス、外ビール、ウーテピルスっていう言葉が存在するんです。もしノルウェー人の友達がいたら、ちょっとウーテピルスしようよとか言ってみてください。Kjøp to, få tre. Kjøp to, få tre. これは2つ何かを買うと3つ目がタダになる。よくセールとかで見る言葉ですね。Jeg går på do. 今紹介した例文の中だと最後の Jeg går på do が一番よく使うかなと思うんですけど、ぜひその言い終わった後に自分の舌の先がどこにもついてないかっていうのをぜひ考えてみてください。今この紹介したおと、まあ、前回のおのスラッシュなる、ぜひ自信を持って自分も発音できるかもしれない。どん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 使ってみてください。Vi ses neste uke. Vi ses neste uke. Ha det.